また服が。どこだ。アブラ。ちょ、大丈夫かよ、エリコ先生。私を置いていかないで。アベル、戻ってきてくれたんだね。エリコ先生。あれ、君は。すぐに出たまえ。今出ていくのは無理だ。しかし私だってその、デイオーバーでは。少しの間我慢しろ。おい、何か硬いものが私に当たっているんだが。それはまあ男の生理現象ってやつで。言えねえ、畜生、何をやってやがる。一条美月のことは忘れるんだ。それはどういう。